こんにちは、アーカイブスリフォームです。リアルな仕事チェックしています。よろしく。現場周辺の町田んぼです。都内八王子市内の牛の牧場磯沼ミルクファームに行ってみる。最近磯沼ミルクファームのオープンカフェ東京ファームビレッジが10月に開業したようだ。そちらにも行ってみたいが、初めて行くので牧場の入り口側から侵入した。入り口といっても民家に入るように通りから細い路地に入る。4台程度の駐車場がある。平日のせいか駐車はできた。最初に見たのは子牛を育てている牛舎だ。さらに奥へ進むと影からしゃがみ込んでこちらを見ている牛がいた。一瞬立ち止まったが、正体を見抜いた。奥には大きい牛がいる牛舎だ。母さん牛のヨーグルト工房がある。ヨーグルトの直売所だ。牛を見たい。奥へ進む。途中に懐かしい匂いがする場所を通る。牛の糞で腐葉土を作っている場所だ。
の方には放牧場がある、可愛い牛と触れ合える場所があった、ちょっと楽しませてもらった。
東京ファームビレッジはそこから見える。下から見るとお客様が外の台地に椅子を並べてくつろいでいる様子が見える。さあオープンカフェに行ってみよう。上がってみると直接カフェに行けるのだ。でも下の牧場の方から来たのでいいこともあった。カフェは建物も素晴らしいが、奥に抜けると放牧地だったらしい。庭が広がっていてゆったりしている。
高台で南側に傾斜している。眺めが良い。関町のお客様がくつろぐには最高だ。牧場というと牛乳やソフトクリームだ。早速に購入して食べてみる。期待通りだ。ちょっとミルキの味がして甘すぎず重たくなく、久しぶりに美味しかった。もちろんヨーグルトと飲むヨーグルト、そしてプリンを買った。しばらくしてテーブルに着いた。メニューからハンバーガーを注文してお昼ご飯とした。お肉がしっかりしていて噛み締めていただきました。